本は打った。本体2が。まあ、もぐらしく、大地村人、ストライマップはもう大地村人即やめるよ。あ、単純かもやめるよ。ペリーは。あと、つまんない、つまんない極みになってるステージがつまんないの、ほぼつまんないよ。やる気はない。2種類の戦い方があるので、基本的には1代目、2代目を、それをやしちゃっちゃいけないの。集中にはまんの。それを、ケイトみたいなプレイがすると、もう負けなの、これ。罠にはまってるやつがいるから。で、チェイスもできねえやつが、これやるから。まず、優れてるやつが、やるわけねえから。優れてるやつが、優秀なやつが、まず、そのプレイスタイルにならないから。俺みたいな優秀なやつがそのプレイスタイルになるわけねえじゃん。出てるやつがプレイ、そのプレイスタイルにならないんだよ。1代目、2代目なんてどこでもいいんだよ。で、虚無の世界に、だってこうなるに決まってんじゃん、もう目に浮かぶもん。こうなってんだよ。マジで知らんの。地下トラッパーの罠にわざわざかかりに行ってるのと同じ。ほんとさ、使えねえやつがまずいた時点で、まず無理よ、これ。まず、使えねえやつが完成したから、使えないって。もう戦力外通告なんかもう助けても価値がないんだよ。1代目とか2代目でさ、そのプレイするやつがいる。で、俺たちが何、罠にかかったら知らねえよ、まず。もうこういうの放置する。嵐と一緒。こう。なんでこういうの放置するの？なんで呆れたいの？ワープゾーン使うやつが気も利かないっていう。こんな女性誰が好きなの？マジで教えて。自分が俺だってマジで世界中の、俺が女性だったらマジで世界中の男性好きになるで。縁の下の力持ちで本当にこんなプレイ連発して、女性陣が痺れるプレイ連発、これるで。俺だったらワープゾーン開拓はしない。ワープゾーンは作らない。逃げ道を作らないっていう一件のプレイを繰り返すんだ。
マジで異次元だと思うよ。だから、通常ゲームやったらって思うんだわ。中華の人たちが何か俺に文句言える？日本人の見返りはかっこいいプレイだぜ。女性が惚れるプレイヤーって、情報は伊達じゃねえぞ。申し訳ないけど、惚れるか？人たちの。で、わ、ワープゾーンを作ってやるっていう、ワープゾーン使ってるやつがワープゾーン作んない。いきなりキラーの集中にはまる。で、これの繰り返し、ワープゾーン作ってるやつらが、ワープゾーンなのか、このす、あの、ワンパン状態なのか、俺もよくわかんないけど。もう作るしかねえだろ、これ、もう。現場をたくさん。ワープゾーンじゃなくて、ワンパン状態だもん。これにしてるだけで。プレイヤーのサポート能力逃げ場に使えってんだよ。リスクはある。でも前に進まなきゃ。前に進むんだよ。これのスーパープレイでかいくぐってフルチェックミスを生かしてかいくぐってゲート助けたことで時間は稼いでる。泉使え！舐めてんじゃねえ！誰が惚れるんだよ、こんなゲートよ。ナンバーワンプレイヤーがいなかったら何もできねえんだろ、お前らは。神プレイヤーがいなかったらスーパープレイヤーにおんぶに抱っこ。神業で なんで飛べねえんだよ。もう疲れるよな。ナンバーワンプレイヤーがいなきゃ何もできないってよ。俺がいなきゃ何もできない。ナンバーワンプレイヤーがいなきゃ何もできないってよ。なんで解除しねえんだよ。俺は触らないタイプだろ。大迷惑行為なんだよ。ナンバーワンプレイヤーがいてプレイはやらない。ナンバーワンプレイヤーに迷惑かける。毎度毎度スーパープレイヤーに迷惑をかける。ドワイトが来るんだろうよ。使えねえな。まずよ、なんで無理だわ。なんで押せんだよ。本当に使えねえよな。ドワイトが来るんだろうよ。なんで使えねえもんな。役立たずって。誰がそれを来なきゃいけない。ゲームすれば無理だよな。いろんな事態をこなせねえようなプレイをしやがって。無理だから。もう使えねえもんな。不測の事態に何のプレイもできないやつらってよ。こんなプレイじゃねえ。泉使えよ三流。だから中華ダメなんだよ。三流プレイヤーってよ。
だからダメなんだよ三流ってよ。使えねえんだよ三流プレイヤーって。三流ってもうダメなんだよ三流って。三流これあれなんだよ。使わない。早く終われよ役立たず。マジで信じられない役立たずって。早く終わんないの役立たずって。信じられないよ。ワンパン状態でそこしか解除ができないっていう最悪な状況で。ヒロちゃんデッドバイライス、スーパースナンバープレススーパースター女神が惚れるプレイヤー、いい加減にしろよお前ら。本当によ、自己中心的なんだプレイがよ。ブレイン戦は2つのプレイスタイルが存在する。押し付けるな自分のプレイスタイルを。汚染されてる方は融通聞かせろ。俺たちの方に合わせるんだよ。俺たち被害者なんだ全部。スーパープレイヤーヒロちゃん、ナンバーワンプレイヤーの力、これがなきゃ勝てない。ナンバーワンプレイヤーヒロちゃんがいなきゃ何もできない。それがノラモブスーパープレイヤー。頼むわ、やっぱりヒロちゃん。